はい、皆さん、こんばんにちは。そして、ようこそ、いらっしゃいませ。浅田久美です。というわけで、バルバラ本編をね、やっとやっていくよーっつって。今まではね、プロローグだったんですわ。それでは、やっていきまーす。準備はできましたか？それでは、どうぞ、楽しんでー。まあ、なんでプロローグやったかっつうと、いろいろプロローグの中のね、内容がね、この本編で入ってくるんで、ちょっと見てないとね、多分わかんないです。アナがいきなり出てくるじゃないですか。ねえねえ、こっちこっち。お、テレビだ、ブー。どう？びっくり超えた？びっくり超えた。ちょっとじゃあ、シャケットして。ゲームはもう始まってるんだから、第一印象が大事でしょ。週末はタキシードずくめのコーギーたちを相手に大変だったね。このバーはもう近いうちで閉店しちゃうって。それに私の悪ふざけも老いたが過ぎたかも。でも逆バー、ディズラが90%は受け止め方次第。物事の明るい面だけ見るようにすれば大丈夫、大丈夫。何が明るい画面な面なのかわからないけど、まあそれを見つけるのはあなたの仕事よね。前置きはとにかく、ともかくあなたに宛てに郵便があるからちゃんと読んどいてね。じゃあねー。通しだいっす。ああ、勘違いって、夢か。んだ、夢が。ドアのところなんかあんだ、これ。チャプター1、プラメ、プリムラ、プリムラでいいのかな？プリムラ。こんばんは。あなたのシャイニングフィンガーで会員権は17日に自動更新されます。当日までに口座に800ドル以上入金しておいてください。ライフバックアップアプリで忘れずにデータをセーブしておきましょう。オーグメンテッドアイを観覧できるようになりました。どうやらですね、800ドル以上入金しておいてください。これ多分ね、家賃です。家賃ですね。800ドルってどう？ 8 万ぐらいだね、今のレートで言うと。はい。フォアで、誰からの手紙？で、誰からの手紙？誰でもない。誰でもない、あんな。誰でもね、つーの。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。もう、いろいろ。むずいね。ズンズンズン、ズンズンズン。はい。まあ、大量移住、とどまらず。ヒールを履いた細胞がカムバック。七、住吉。人気舞台のなんちゃらー。好きになれずにいられない、これ結構重要らしいっす。この内容が絡む客が来るんですよね。で、まあ別にだからって分岐があるってわけではないのかな。わかんないね。
なんでしょうね、セキュリティの危機。いやアズハから脅迫だ。野党アンダーランズだ。アンダーランダース。なんだかすごいね。というわけですね。まあ、ちょっと待ってください。これは何なんだ。ああ、セーブができるのか。まあ、セーブは、これパソコン版でもこんな感じですよ。セーブは一応しとくんで。で、まあ、なんだろうな。まあ、こんな、どうでもいいかもな。まあいいでしょう。はい。というわけで、じゃあ、バーに向かいたい。俺だ。アルマはどう思っているのかな。バーに行っちゃったな。まあ火曜日に行きました。では無事出勤してきます。おざっす、おざっす、おざっす。よー、ジェル誰ですか。ジョン、ジョンみたいな顔してるっていい加減認めなさいよ、ギル。ならお前のこともジョールズって呼ばせてもらうぞ。お断り。ところで大丈夫か。なんかぼんやりしてるようだけど。ボスは？さあね。買い出しに行ったっきりだ。それより、おい、消えてんのか？あ、なに？ちなみにこのチャンネルにしてると穴がちょいちょい出てくるんですよ。本当にどうかしたのか？変、様子が変だぜ。別に、ちょっと考え事。考え事？30日までに家賃を支払わなきゃいけないんだけど、そのせいで胃に穴が開きそうで。そうか。昨日は、あ、ほら、穴が出てきましたね。穴が出てくるんですよ、たまに。昨日は1時間も独り言を言って、言ってたみたいだし。それなんかこの店が閉鎖されちゃうかもって聞かされて、生活がピンチなだけじゃなくて頭もどうかしてきてるみたいだし、もうあの矯正手術でお財布すっからかん。おまけに今度は家賃を払えなかったら強制退去強制退去。部屋に転がってるビールの空き瓶もなんとかしなきゃだし。ジェル、ごめん、なんか言った？そんなんで働けるのか。もちろん。じゃあ気分のおさらいをしようか。家賃は何のためだ。ピアノマンをちゃんと作れるようならこのレッスンは終わりする。あ、少し付き合ってくれや。まずはシュガーラッシュを作ってくれ。エドリーのレシピブックからナビゲーションパワーを使えばレシピを確認できる。やってた。レシピは甘めとか男らしいとか言って、種類別に並べられて並べ替えられる。画面右から必要な材料、必要な材料を必要なだけシェイカーにドラッグするんだ。でもパソコンだとこれドラッグなんですけど、ビータ版だと左スティックをこの四方にぐるぐるってやるだけです。あとは丸ボタンを押せばいいんで。ねえ、それが終わったらミックスボタンを押すんだ。もう一度、そう、シェイカーが止まる。提供ボタンを押して客に出す。失礼。失敗したらリセットボタンで最初からやり直せる。リセットはシェイク中でもいつでも押せるぞ。好きに使うといい。ねえ、私これでも BTC の正式の訓練を受けてるんだよ。ならこれぐらい朝飯前だな。はあ、シュガーラッシュとピアノマンか。マジだるいわーつって。まあ
シガーレッシュはこうやって作るんですよっつって、はい、ハイファイ、ねえ、まずまずだな、もう少しやってみよう。もう少しだけたミックス作業でブレンドを作る。カクテルもある。ブレンドするには5秒以上ミックスを続けるんだ。シェイカーの動きが速くなったらそれがブレンドされたって合図だ。熟成が必要なカクテルや氷を入れるカクテルもある。脇に氷と熟成ってボタンがあるんだろう。念のために言っておくと、レシピにオンザロックって書いてあるのが氷を入れるって意味だ。意味だからな。ボタンを押すとミックス後にマシンから氷が追加される。今のはトリビアってやつだ。別に覚えなくていい。ああ、ムーンブラッツを作ってくれ。それで終わりにしよう。今言ったこと忘れるなよ。はいよ、はい、お待ち、はい、お待ち、はい、はい、ムーンブラスお待ち。すんごい勢いで作るね。ってわけでオンザロックのブレンドだな。早くなるぜ。オッケー、どうよ。ああ悪かったな。じゃあ仕事を始めるとしよう。ああ、そうだ、言い忘れるとこだって。ああ材料を2倍にすると、エルサイズの額で作れるぞ、2倍ね。まあ、2いるだったら4入れるとか。それでエルサイズが作れます。でも合計11以上の材料が使われたカクテルは、元からエルサイズだ。あ、そうなの？って感じ。あとレシピにカルモトリン適量って書いてあったら、カルモトリンは入れなくてもいいし。溢れること言われてもええ。分量外のカルマドリーはいくら足しても L サイズにはならないぞ。うんうん、まあ適量って書いてあるカルマドリーはいくら入れても L サイズにはならんので、倍だか2倍だか入れても意味がありませんと。カルマドリーはアルコール成分だ。味には影響しないがアルコールの効果がある。つまりたくさん入れると酔いが回りやすくなる。覚えておくといい。つまりお客さんを酔わせたいならカルモトリン入れまくるってことですね。それで終わりか。ああ終わりだ。今度は本当に終わりだ。うん、揃ったか。バースだって、誰ですかその人。その人はさあな、買い出し中に見つけたのだ。どうして店に。ほったらかしにして警察の手に委ねるか、ここに引きずってくるかの二択だったのでな。起きたらどうするんです。きっと大騒ぎします。その時はお前たちが相手してくれ。私はオフィスにいる。ちょっと押し付けないでください。こっちに仕事があるんです。あんするな。お前たちならなんとかなる。くっ、チーフが気絶させたのか。どうかな。もしそうなら自分までしろ一つもしそうなもんだけど。それにボスがこんな小柄な女の子に喧嘩を売る買ったならともかく。それもそうか。あんまりうるさくしないようにしな。しないようにな。気を失ってるじゃなくて眠ってるだけみたいだ。ね、よし、じゃあ回転だ。ここは私がやっておくから、ギルはトイレ掃除ね。かけ、なんだって。あんたが週末と月曜に休んでどっかほっつき歩いてる間に、こっちは大変なお客の相手をしてたんだから。いいな、その大量のいいな。出ましたね、犬です。プロローグと話がつながってるんですね。またまたご冗談は。ゲーレ、私と知り合ってどれぐらい。そんな冗談言うと思う。いや、私だけにあんな思いをさせて、バズとして思いをさせたバズとして、トイレ掃除を検討します。トイレ掃除の刑を決行しますみたいな。
ごゆっくり。ああ、分かったよ。別に嫌ってわけじゃない。そうしようか、これ。はいはい。家から持ってきたのか？さあ。はいはい。ラバーカップです。邪魔者はいなくなったし。この新しいチュークボックスで音楽を流しまおうぜ。このモデルは12個のスロットを全部埋めないと曲が始まんない。それってどんな仕組みなの？ポンコツなの？バカなの？まあ何でもいいんだけどね。よし、レディー。てん、おい、フィールだ。はい。あ、なんか飛ばしちゃったかな。さあ、1日を変え、一生を変えるカクテルをこう飛ばしてしまっただけ。え、はい、すぐにお待ちしよーす。ビールービーですね。ルービービールな。ビール、うん、この人は L サイズでやってみます。 L サイズだろ。タン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 。あら、来いや。どうや、スコブルーはいい腕してんな。えへ、ありがとうございます。この近くでちょうどミーティングをしてたんだ。お前さん、ラッキーだったな。こういう吐きだめには俺のような人間が必要だ。野獣一休君が出張でここよりひどい吐きだめに減ったこともあるから用心しろ。ニュージャージーさんとかな。なるほど。どんなお仕事をされてるんですか、ミスター。俺はドノバ D ドーソン、オーグメンテッドアイのオーナー演習長、オーナー兼演習長だ。オーグメンテッドアイっていうのはさっきスマホで記事にあった会社ですな。記事は片っ端から俺がチェックしているんだ。いきなりすんげえ客来た。最近アリスラビットっていう記事を毎日見てますけど、それもあなたが。あの記事は人気があるんだ。読者は都市伝説が好きだからね。誰がそれを責められる。自分以外の誰のためにも動かない神出鬼没のハッカー。そういうつまらん話題でクリック数が稼げる。あらゆる人間がクリックする。クリックは金をもたらし、金が贅沢をもたらす。高級車、豪邸、女子供の整形手術、うん、あなたがあのハッカーの記事を失踪しているのがどうとかじゃなくて、毎日毎日書いているのがチャッツ。ただの憶測やコピー記事とか、まともとは言えない記事もありますし。あなたの新聞のデイリーフィードには必ずアリスラビッツ関連の記事が入ってますよね。いいかね。まず記事を書いているのは俺じゃない。うちのインターンだ。それが一つ。あの哀れの連中、それでフルタイムの従業員になれると思ってやがる。俺は旬のニュースで金かけて、金かじけしてるんだけさ。それからもう一つ、例のハッカーの記事に飽きたとしてもだ。恐ろしい殺人や事故のニュースすべてに飽きるわけじゃないだろ。そういうのは非表示にしてます。嫌な気持ちで一日を始めたくないから。ああ、なるほどね。そういう設定にしてるの。
自分が抱えている問題だけで十分。グリッチシティへの締めの問題にまで対話するとかありませんから。案外賢いな。みんなお前さんみたいだったらお前が食い上げだ。まあ仕事は楽になるだろうが。どうして？ある種のニュースを何度も読んでいると、読書はでんでどんどん、いやだんだん飽きてくるんだ。俺がこの仕事を始めた頃なんて、老婆が知るだけでクリック数が稼げた。今はダメだ。さらに病気の赤ん坊を抱えてトラックに引かれないぞな。死んだぐらいじゃ物足りん。お涙頂戴の裏話がなければな。だから都市伝説が好きなのさ。ネタとして書きやすいし、適当にでっち上げたって構わない。それはダメだろ。それは熱いうちに、垂れ流す。するとよ、するとよ、お前。お前さんみたいに殺人のニュースを嫌いする読者の目にも終わるってもんよ。それが金をもたらす。んでだ。さっきも言ったが金はいいものだ。まあ、一理あるかも。今は、あれだもんね、家賃が払えないんだろ。平気案内も読まれてるんですか？んなもんたわごとだ。書いてる連中は自分たちがいかに他のやつより優れてるか自慢したいだけだ。あいつらは気に入らないものを思考。あいつらは気に入らないものを思考としているやつに、奴らは鎌を掘られるべきだなんて記事を書きかねん。最悪なのは、奴らはうちのクリック数の半分を自分たちを抑えないと知っていることだ。だから俺のケツの穴に我が物が押し上がる。ケツの穴な。随分とすちぐらいですね。でも、いや、他の新聞と勘違いしていたかも。確かにあなたの新聞のコラムニストはひどい。コラムニストはひどい。だろ？レストランのレビューを書いているあのガキ。名前は何だったかな。レストラン？それは確か。まあいい。あいつの名前なんて思い出してもね。奴のコラムは群を抜いて人気がない。死亡記事の方が読まれてる。なのに法外な高級レストランの代金を支払えた。未だに脱がしやがる。俺まで行ったレストランの半数の数でも記事を書いてくれんならいいんだが。というと？うちがレビューを依頼したレストランについてもめったに書かん。おまけにあちこちで料理評論家だと名乗ってただ飯にありつくとしてやる始末よ。いい笑いもんだぜ。そういえば、批評家だからただで飲ませてほしい評論家だ。批評家だからただで飲ませてほしいってお客がうちに来ましたよ。そいつは小顔の肥満児みたいなやつだったか？いや、なら別人だ。ダメってたら脳が乾いちまって、メールくれ、今度は頼むぞ。すぐにお待ちします。またビール。この人ビール大好きなのね。スーパーでまとめ買いした方が安上がるなのに。確かに、ここのビールいくらすんの？2万円すんだけど。高えよ。2万円は高いっすよ。でかいのだっけ。でかいのかな。まあいいや。飲みすぎるとなんか、やばそうだから。よし。じゃあこれで2。で、これ4。へい、お待ち。どうぞ。ああ、これぞビールだ。チャンネル変えるか。まあなんかアナチン出てこなくなっちゃった。
ニュースにしよう。この調子で腕を磨いておけ。いつかはもっとマシになる。で、一つ聞きたいんだが、この吐き溜めに有名人はよく来るのか。吐き溜めという呼ぶのはやめてください。なんで？どうして？この石鹸と犬のションベンの匂い、俺にはここ吐き溜めと呼ぶ法的権利がある。今頑張って掃除してますよ。せやどうも。誰だ？変わった清掃業者で。おい、聞こえてるぞ。ま、そう気を悪くするな。俺はこの建物に文句を言っただけだ。お前さんに言ったわけじゃない。これダメと言ったわけじゃない。ゴミダメぐらいの意味だから安心しろ。それは、どう？で、有名人の件だが。ああ、あまりいらっしゃいませんね。少なくとも私が知っているような人は。ああ、でもどうして？第一、お前さんは目の前に超ベープがいるってのにちょっともたまげてない。それはあんたか。俺は違う方やしない。それはしない。第二に、俺は常に有名人のゴシップを探している。特にレッドカーペット級のセレブのゴシップはね、世の中の連中はいかにもセレブ好きって顔してるが、本質じゃそいつらが転落する様子を見たいと思っている。様を見たいと思っている。そうですかね。セレブのゴシップはよく売れる。なぜだか分かるか。みんな心の上、そこでセレブが自分と同じライバルまで落ちてくるのを伺って願ってるんだよな、これが。セレブが苦しむ姿を見たいだ、見たいんだ。自分より背後に成功したずうずうしい奴らよ、奴らへの罰としてな。ゴシップっていうのはみんな好きだけど、好きだとははっきり認めないもの、その程度のものだと思われますけどね。違うね。仮にそうだったとしても、世の中がゴシップ好きという事実は変わらない。奴らは他の人生を生きることで自分の人生から逃げたいんだ。そんなことして何が楽しいんですか？どこぞの映画俳優が、サンダルで？スロットニードが気になるんだけどね。まあ、特に何もないんだけど。猫の家やサンダルを履きで、靴下にサンダル履きでうるついてた人は、どこの馬の骨とデートしたとしても知ったことじゃありませんし、靴下にサンダル履きは公然わいせつかもしれないが。おいおい、バーテンダーだろ。お前さんにも覗き趣味があるだろう。噂話が大好きだろう。美容師と同じでな。お前さんがそんなこと言ってもしらじらしいだけだ。だとしても私は面白おかしくうんちゅうしたりしませんよ。言ったとしても、あのテレビに出てる人がああいうことをしてたよぐらい的なもの的な面白おかしく、瞬中設定するかどうかが重要な点だと思いますけど、つい先日テレビの司会者が文句を言ってましたね。ある女の子がお店に着ていった服がどうとかって。そういう人たちが一般人を喜ばすためだけに生きているとは思いません。あなたがおっしゃろうとしていると。だがね、そもそもなぜこういう問題が存在すると思う？セレブ連中が自分たちが完璧で次元の違う存在だと、
絶えず大衆にアピールしているからだ。エキゾチックな場所でエレガントな着こなしをし、想像できる限りのあらゆる贅沢をして、だから大衆はセレブが下手を打って自分たちと同じレベルまで落ちてくる日を今か今かと待ちわびるようになる。否定はしませんけど、セレブでも、いやでもセレブも私たちと同じ人間だっていうニュースがあっても変じゃねえかな。あの税人役所の愛は本当に善人だったみたいなニュースがね、ゴシップ記事は何もかも面白おかしく、うんちをしすぎですし、うんちをしてるだけですよ。そうやってセレブが切れるように仕向けてる。確かに。ずいぶんでかい口を叩くじゃねえが、喧嘩ってんのかこの野郎。そういうことなら、あ、うん、名前さんバーテンだよな。まあ、世界成功を夢見る実験用ネズミです。嫌味を言うのはよせ。俺の時間と金の無駄遣いだし、お前そんなエネルギーも無駄にしている。まあいい、ちょっと思ったんだが、お前さんのようなバーテンダーは、これまで随分たくさんの身の上話を聞かされただろう。いきなり何？何いきなり？かもしれませんね。それが？コラムでそういう話を書いてみる気はないか？バカ売れだ。バカ売れ間違いなしだ。懺悔室の物語っていう本を書いた神父がいましたね。その後破門されたレンチにあった。うわ悲惨ですね。お客さんが打ち上げ話をしてくれるのは、私がただのバーテンダーだからです。そのちょっと打ち上げた赤の他人というか、ゴーストライターを使ってもいい。うちのストップは半分そうしてる。本当っすかそれ。ライターのラナスミシーがまさか一人だと思ってたわけじゃないだろ。ああラナスミシーさんね、さっきスマホの中でね書いてた人ですね。どうりで、それはともかくそんなの書いたらいずれバレると思います。商売に傷がつきますし、私も傷つきます。お客様の愚痴を聞くのが好きなので、もちろんお客様も傷つくでしょう。まあ引退した暁にでも考えてみてくれ。待ってるぜ。2週間後には私のことなんて忘れてるくせに。わかりました。おかわりをお持ちしますか、ミスタードノバン。ミスタードノバン、ミスタードノバン、ミスタードノバン2となんかそのデッドオアライブの悪人の人みたいになる。何かお気に障りましたか。いや違うんだ、いい響きだなと思ってんな。ミスタードノバン、ミスタードーナッツみたいな名前になっちゃってる。そんなに変わった呼び方ですか。職場じゃミスタードーソンがボスと呼ばれてる。ボスってのはただの肩書きだな。人間味がないし冷たい感じがする。そうか、うちのボスはあれだがな。俺の親父と祖父がミスタードーナッツと呼ばれてミスタードーソンなと呼ばれていた。どこにでもある名前だ。だがミスタードノバンってのはあるかね。俺本人に目の前の男に呼びかけてるって感じがする。俺の家族でも肩書きでもなく、俺に。従業員と仲良くなりたいんですか。まあすぐその逆す、恐れられたい。俺は奴らのボスだ。俺の名前を給料明細に書いてやる。本当に偉い人だね。でもだからってわけじゃないが、
奴らに死ぬほどの恐怖心を植え付けたい。早速明日からミスター・ドノバンと呼ばせるようにしよう。さっき何か言っていたな。おかわりです。いかがなさいますか？そうか。よし、三度目の正直だ。ビールを飲もうが。わかりました。三度目の正直。正直って何？ともかく彼にビールを。ルービー。ルービー。ルービーチョールス。L サイズにしてやるぜ。えへへ。この野郎。喰らいやがれ。タン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 。えへへ。えい、えい。失敗こいてんじゃねえかよ。あ、これ入れ忘れた。もう、ダメじゃないですか。どうぞ、ビオルです。L サイズ。俺が酔いつぶれないことを願って乾杯。ごゆっくり。なあ、このバーに出資者はいるのか？一応。さっきはハギダメって呼んでなかったが、スベンという男がいました。君たちが顔を踏んでくれたら出資するって。その人だけです。そういうバーはファストフードチェーン店みたいなものですから地元の出資者とかはないんですね。それが何か？そうか。それがどれだけラッキーか教えてやろうと思ってね。投資家っていうのは何もかもしゃぶり尽くす。俺の最初の妻の日じゃない。どういうことですか？下ネタですか？奴らは会社に投資することで自分たちがとんでもないよう重要人物だと追い込んでやがる。株主ってことですね。まあそれは偉いんじゃないの。誰かが金を増やそうと俺に投資する。そいつは俺に仕事をやらせて俺はそいつに金をやる。ところがそれで終わらない。何にでも首を突っ込んできてクソくだらねえことまで変えようとしやがる。しやがるってよ。連中のために働けなきゃならねえとしたら、働かなきゃいけないんだとしたら、お前それボスになってところで何の意味がある。組合とか政府とか、いろんな組織への対応もしなくちゃ、しなきゃいけませんね。そういうのは書類仕事だ。誰かに落ち着けときゃいい。投資家の負け犬どもはミーティングを求めてくる。ああ、求めてくる。奴らは自分が気に入らないものや不快に感じるものを目ざとく見せつける。で、しまいに奥前のセリフさ。他の新聞社と同じようにやってるどうだ？最近はもっとクリック数が必要だなんて泣かしやがって。もっとクリック数を際どくって高品質な記事も書かなきゃならん。だが連中はそれでも抱き取り。そんなにクリック数が欲しきりくれてやる。望み通りにしてやる。それがどういうことになるか思い知らせてやるぜ。ドノバン・D・ドーソンの恐ろしさを思い知らせてやる。心配しなくていいが。だけは会ってくれたし。そういえば、スベンはどうしたのかな。あれから待ってくれ連絡がないが。ジェラー！何？トワルで一体。何があったんだ。あんなことが犬、あんなことが犬ができるとは思えないぞ。器用な犬だったな。短足だからって甘く見てやると、天井、シンク、電気、通気口まで。眠り姫が起きちゃう。
恨み腹さで置くべきか。はいはい、あらお客さん、バルハラへようこそ。ご注文はガットパンチウルザーズでそばに来るらい。かしこまりました。ガットパンチを注文。私としては彼のお腹にガットパンチしてやるぜ。最低だろ。お前の顔面にガットパンチ、ぶちかましてやるぜ。俺は多分銃入れんだろ。トントン、適量、適量。適量熟成、どうぞ。ガットパンチ L サイズ入ります。ほう、少しはできるんだな。くっ、こいつ、このままあいつはバー、マクツはバーなのか。吐きだめに次はマクツ。チャンネル変えるわ。犬の正面と石鹸の混じ、入り混ざった匂い、こんな味どうやってくつろげと。私どものささやかなマクツにお越しくださり誠に恐縮です、ミスター。それでマクツなのかバーなのか、どれどれ。支払い記録には、失礼しました、ミスターイングラムマクドゥーガル。匂いの件は申し訳ありません、今片付けている最中です。週末にちょっと事件がありまして。もう火曜だぞ。お客、私がお客様のためにできることはございますか。金は払う。何時間かモーテルに付き合ってくれるか。いいえ、なら用はない。酒だけ持ってこい。今晩は愉快な客ばっかり。どうしてこの店をお選びに。いい店だと聞いたんでね。彼女はどこが気に入ったのやら。常連と言っていたが、これじゃ味覚疑うね。常連の方のお名前をお聞きしてもダメだ。はあ、だがまあ音楽の趣味は悪くない。それだけは認めてやる。ジェル、食器用洗剤はどこだ。ギルが切れ、使い切ったらしい。シンクの下です。ずっと前からそこですけど。わかった。ああ、お客さん、お客はようこそバラバラへ。どうぞご歩きくれ。他に意見はございますか。今後の参考にさせていただきます。いや、特に。どうしたんですか急に。彼女がいると知ってたら悪口なんか言わなかったのに。ボスをご存知で。知り合いじゃないが誰かは知ってる。デイナ全員、またの名は赤い赤い彗星。シャア専用かお前は。ショッピングモールのボートたちはたった一人で片っ端からなぎ倒していったとか。そんなご幽霊か、知らなかった。このバーを開店する前にいろいろやってたのを知っていましたが、そんな話は。もしかしてボスがどうして機械の義手をつけてるかご存知ですか。いくつかの説があるが、どれも信憑性は低い。随分態度が変わりましたね。あの女が武装したボートを素手で倒すところを見たんだ。そんなもん見ちまったら本人の前で悪口なんか言えない。なるほど。安心ください。ボスがお客様にお帰りに願ったのは2、3度しかありませんから。2、3度。最初のはクラス5の兵器を対抗していたお客様。次がナンパし。最後はアルパカ、アルパカ、アルパカ。と言っても本物のアルパカじゃなくて、絹会社の女社長なんですけど、ああ、すごくお酒を召されていて、自分はアルパカだとわめき始めた。
あのようなものに見境なく唾を吐いて、それでボスがお引き取り願ったんです。あの晩のことはあまり思い出したくないので、この辺で何かお作りしますか。じゃあパールドライバーをお願いする。お願いする？今日初めて聞いた彼がパイルドライブを注文。正直言うと、私としては彼にスープレックスを決めてやる。よっぽど嫌いじゃねえか、イングランさんよ。はい、というわけで、なんかちょっと時間なので、この辺にしたいと思います。次回はもうこの人にスープレックス決めていきますそれではバルファラへ、またのご来店お待ちしております。